はいどうも、夏の彼方続きをプレイしていきたいと思います。ですね、これ今最初の画面なんですけど、わかるかな、ここに今まで夏のちゃんがいたんですよね。こう上、確か上に乗ってたと思う。ここだったかな、まあまあ多分上だと思うんですけど、なんか開いてみたらいなくなってて、これなんでなんだろうな、なんか意味あるのかな、なんかちょっと不安げな、ね、様子ですけど。まあ、始めていきたいと思います。あ、そうだ。月の天国ということで。これは前回読んだね。じゃあ、物語進めるしかないんで、満たしています。次のお便りします。よろしいですか？はい。主人公パートですね。一つ、たった一つだけ、あれから分かったことがある。と、ん？あれから分かったことがあるとするなら、あのコンピューターのことだった。亡くなった祖母の物置から出てきた古い古いコンピューター。確かに古いものだったけど、でも調べれば情報は見つかった。古いデザインの、製品ページが見つかって、当時の触れ込みがいろいろ書いてあった。マニュアルを読んで分かったのは、このコンピューターは、専用の線を繋がなければネットワークに接続できないということ。なんかそういう、あ、でも古いやつだからか。無線でネットワークに接続されない。まあ、有線限定ってことだね。外部と通信するには専用のケーブルを刺さなければならない。あ、そういう、でも本当にあんのかな、そういうコンピューターって。昔のコンピューターそうだったのかな、ちょっとわかんないですけど。でも、そんなケーブルを挿したことは一度もない。このコンピューターを通して彼女と話していた時でさえ、まあ、ずっとネットワークに繋がるような環境ではなかったと。でも、彼女と、こう、通信ができた。まあ、ちょっとあれだね、怪奇現象的な、ちょっとファンタジーチックですね。このコンピューターは多分、どことも通信していない。なら彼女たちはどこにいるのか。何かに一歩近づけたような気がしたけど、分かったのはそれぐらいで、それから先には進めそうになかった。まあでも明らかに別世界って感じだもんね。こっちとあっちは。それでも時間は流れていく。登った日はいつの間にか沈んでいく。季節だって移ろう。夏の暑さはもうとっくにどこかへ行ってしまった。汗の滴るあの感じがどんな風だったのか思い出せない。本当にすべては夢だったのではないかと思ったりする。夢か映画か何かそういう自分とは関係ないところで起きた出来事なのかもしれない。目が覚めたら忘れてしまうべきだった幻なのかもしれない。空には今夜も月が昇っていた。夜の空にはいつも月があって、月には天国がある。亡くなった祖母も今はそこにいる。空に浮かぶ月を見ていて、ふと思う。今まで考えもしなかったこと。絶対にありえないこと。そんなことがあるはずがない。そんなことは起こらない。そんなことはありえない。でも、もしかしたら、物置の中から、その破片の片隅の小さな暗がりの中から、あの古いコンピューターを引っ張り出した。あまりにも久しぶりにそれを見て、本当にまだ動くのだろうか、と思った。期待とそれよりも大きな不安があった。でも電源につなげてみれば少しだけ時間をかけて画面がついて、あの頃と同じ景色がそこに映っていた。うん、また通信できたってことか。青い夏の空。掴めてしまいそうな重たい雲。
アスファルトから照り返し揺れる空気。けたたましいセミの声。思わず息をついた。すべてが懐かしかった。忘れていた何もかもをその時思い出したと思った。これ時間の流れ的には同じなのかな？その、夏野ちゃんの世界とこの主人公側の世界の時間の流れは。どうなんでしょう。初めて彼女と出会ってからもう1年が経とうとしていた。本当にこれであっち側も1年が経ってるのか。ちょっと気になるね。そしてもうすぐ、また夏が来る。いや、なんかこの感染者と、この主人公の、このコンピューターで通信するっていう行為が、なんかちょっと繋がってそうな気もしなくはないですけどね。どうなんでしょう。お、あれ？え？誰？この剣道の、あれ持ってるね。竹刀。多分竹刀かな。竹刀入れっぽい。なんかそう、Wi-Fi の、Wi-Fi じゃない、電波の、あれみたい、棒みたい。いや、誰？こっちも誰？だけどな。あれ誰だろう、この子。え、もしかしてさ、カビ切ったってこと？一年分の夏、エンド。え、ショートヘアになっちゃった？そういうこと？それとも新キャラ？どっち？え、一年分の夏、このコンピューターは、どことも通信していない。なら彼女たちが暮らしていた世界はどこにあるのだろう。そう考えて、ある可能性を思いついた。でも、そんなはずはない。窓の向こうの月がどんなに大きく見えても、決して手が届かないように。一年ぶりに訪れたなと返事をしたのは知らない少女だった。これさ、もしかしてさ、その、あ、でも違うか。多分違うな。まあ、今思ったのは、月には天国がある。って言ってたんですけど、まあその月の天国と通信してるみたいな、そういうことなのかなって一瞬思ったんですけど、なんかちょっとそれは違いそうですね。誰だ？だから、さっきそこの、木陰に落ちているのを拾っただけで、そう、このスマホは拾っただけで。やっぱじゃあ違う人か。うん。うん。誰もおらんよ。スマホだけ落ちててっていうか、落としたにしては不自然なくらい。捨てたのかな、じゃあ。そういうこと？丁寧に置いてあった。捨てたっぽくはないね。変なのって思ったら、君の声が聞こえたって感じ。もしかして通信したことによって、こう、生まれた？スマホが。そういうこと？あ、でもな、待って、夏野ちゃんはスマホ拾ったんだっけ？もともと持ってたんだっけ？そこちょっと焦っちゃったな。もし拾ったんだったら、通信したことによって、ま、この世界に、ぽわっと、花が咲くみたいな、ぽって、こう、生まれた可能性はありますね。どうなんかな？捨てたのか置いただけなのか。置いてただけなのか。そんなのうちにはわからんよ。ああ、一人称うちタイプですね。え、だって拾っただけだし。まあわからんわな。そんなこと言われたって。けど、その辺には今は誰もおらんと思う。うち一人だけ。うちは、なんでここにおるかって言われても、おるから、としか言えんかな。ここ、通りかかったんはたまたまだし。これはまだそういう感染が広がった世界。同じ世界？そもそも。夏野ちゃんのいた場所と。それとも別世界かな？どこかに行こうとしてたわけでもないし。暇を持て余して。ふらふら、と、ね。君は？こんなところで何してたん？いや、そうよね。スマホに何してたって聞いてもしょうがないか。こっちからしたら、あれだよな。まあ、AI っぽい感じだよな。うん。ん？え、うん。
君のことをスマホの妖精か幽霊かだと思ってるけど。いや、どちらかといえば AI でしょう。違った？ちょっと、なんだろうな。技術の進んだ Siri 的な。ふふふふ。ふふふふ。冗談。まあ、いいよ。何が？探してあげる。あ、この持ち主よってこと。その夏のってこ、あ、あれだます。すいません。なんかすいませんね。このスマホがその子のものだったら、多分まだ近くにいるだろうし。まあ、これも縁だし。でも似てるよな、夏のちゃんと。めっちゃ似てる気がするけどな。旅は道連れ。ね、世は情けですね。ってことで、うち、みなもですね。みなもさん。みなもちゃん。みなもさん。ほら、名前。呼んでみて。みなも。さんにしとくか。まあね、初対面だからね。いきなりこう、呼び捨ても、ちゃん付けもちょっと。みなもさん。君がその夏のってこ、なんか反応ないな。君がその夏のってこと、どういう関係なんか知らんけど、名前間違えたら、許さんよ。あ、そういうことね。釘を刺されたわけだ、今。なんだろうな。なんだろうな、この感じ。なんかちょっと、少女に向かってこんなこと言うのはあれだけどさ、なんか愛人に言われてる感じだよね。奥さんの名前と間違ったら許さんからな。エピソード 6-1、スマホを拾った少女。源と名乗った少女は、道端で突然スマホを拾ったらしい。彼女は夏野のところまでスマホを届けてくれるという。どうしてスマホは道端に捨てられていたのだろう。あれから1年彼女たちと暮らす日々にどんなことがあったのだろう。一見散策し無事に戻ってくると。じゃあいきますか。エピソード6、薄暗い証拠。この子はじゃあ初めてなんてね。このことは。初めて探索するんで、まあ、全体を通して見ていただこうかなと思います。ついたね。一軒目、薄暗い小学校だね。人のいない小学校というのはどうしてこんなにも気味が悪いのだろう。まあ、確かにね。似たような学び屋に通っていたはずだけど、思い出すことは何もない。それくらい誰もいない学校は日常から外れている。まあ、あれだよね、休日のさ、こう部活でさ、学校行くときとか、なんかちょっといつもと違った感じがしますよね。こう静まり返った学校っていうのは。3年生の教室だね。さてはて。クリーム色のカーテンがなびいている。焼け放たれた窓から爽やかな風が入ってくる。教室の片隅で埃の積もった教卓や作業台がそよ風に撫でられていた。教卓あるね。教卓を調べてみよう。数字の書かれたメロを発見。なんだろうな、重要なやつかな。作業台。鶏のようなものが残されて、あ、木でできた鶏か。誰か作ったんだろう。うん、穴は共通した痕跡だけがあって、とさかと頭がつなげられていない。うん。何か作れそうだけど、手持ちの材料では難しいね。むずいねか。6567って書いてある。少し日は秋や。一年教室、秋教室行くか。6567。ちょっとメモとくか。ちょっとだけメモります。OK。え、放課後の教室だってこんなに静かではなかった。工具箱とケーブルの詰まった箱。細い糸。鉄くず。これなんか、やってみな、あるのかな？意味ないよな？そうだよな。え、まあ、倉庫に行こうか。倉庫の方が何かありそうだし。はてはて。何かあるかねー。連なって視界が悪い。時が止まってしまったみたいだった。解体された戸棚、ガラス。砕けて積み重なったガラス。あ、危ないね。ちょっと、気をつけてね。お、いいね。発煙筒。使ったことないな、発煙筒すれば。あ、これあれか、フラッシュ版か。使ったことあるわ、じゃあフラッシュ版。ハンドガン強化パーツプラス、ナイス。黒いゴム袋。ああ、オッケー。言うまでもなかった。生物が詰まっているだけ。出ないことを祈るか。よかったね。
懐中電灯見っけ。まあ行こうか。腹八分。かなり腹持ち。あ、めっちゃぶどう味のゼリー飲料持ってるな。わあ。まあでも正直今欲しいのはないから。帰ろうか。いやさ、いや俺毎回思うんだけどさ、結構このゲームに出てくるこのキャラクターのさ T シャツってなんかいいよね。シンプルで結構好きだわ。まあでも一番はやっぱあのキャット T シャツかな。おらんよこれは。おらんでしょ。おらんよ本当に。そこそこ歩いたけど誰かいたっぽい感じすら全然なし。もう遠くに行っちゃったんかな。車持ってるんですよその子。守ってますね。車乗ってどっか行っちゃったらさ、行っちゃったらさすがにかな。君の言うそのスマホから、10メートル以内にいるはずっていうの。なんかあったなそういうの。なんなん？どんな理屈？話したくないんだらいいけどさ。いや、言っても信じないとか言われても、今スマホで通話つながってる時点でだいぶ何でも信じられそうなんだけど、確かに。もうすでに、なんだろう、信じられない現象が起きてるからな。しかも君のいるところ、うちらのいる世界じゃなさそうでしょ。お勘のいい楽器は嫌いだよ。なんか平和そうじゃん。こんなことになっていない別の世界ってことなんかな。あ、でもこんなことになっていない別の世界ってことは、じゃあ、まあ同じだね。世界としては。感染者がもういて。別の宇宙。平行世界的なパラレルワールドですね。それでもやっぱりスマホの妖精。もし君がこう可愛い系のモフモフした生物だったら、うちは多分魔法少女とかに変身してんだ。だろうな。なるほどね。俺魔法少女見たことないんですよね。でもあれ知ってるよ。白い、あのうさぎじゃないか。ひたち？なんかよくわかんない。あの生物は知ってますよ。そしたらこのシナヤも可愛い感じに変身して、うん、うちもそっちの世界に行きたいような、そうでもないような。まあ、やっぱこれシナヤなんだね。でなんか結構あれだね、可愛いものが好きそうですねこの子は。学校とかも行きたくないし、働きたくもないし。お、これはニートのセンスが抜群ですね。じゃあこのままでいいかなとか思ったり思わんかったり。まあでも、キンキンに冷えた炭酸飲みたいな。あ、いいね、キンキンに飲めたじゃん。冷えた炭酸。お風呂上がりとかね、やっぱね、炭酸いいよね。特に、でも夏はやっぱりね、格別ですよね、炭酸。もうめちゃくちゃ熱い状態で、こう、炭酸を飲むとかね。さて、くだらないこと言ってないで。どうしようね。落とし物届けるくらいの気持ちだったけど、思ったより長旅になるかもしれんね。まあでもなんか、最後まで付き合ってくれそうな雰囲気は出てますね。いい人だ。6-2落とし物。1年前、このスマホは夏野から数十メートル以上離れると電波を受信できなくなった。今、スマホで受信できているということは夏野は10メートル以内にいるはず。けれど、辺りを探しても誰もいない。夏野とは違うけど、みなも、彼女と同じくらいたくましく生きる少女だった。こんな世界ではきっとそんなでもないと生きていけるのだろうと、彼女たちのことを遠くに感じた。いや、俺、このさ、みなもが、その、夏野さんにちょっと変わってると思うんだけどな。だから、まあ、10メートル以内いないみたいな。か、もしくは、その夏野ちゃんはまた、彼女のスマホをすでに持ってると思うな。だからその主導権的なものが変わったか、まあ別のところにこう通信して第二のスマホが現れたか、そんな感じだと思うんだけどな。あ、あれみたいなかった。こじゃれたレストラン。オッケー。ちょっとじゃあこじゃれに行きましょうか。え、武器はこの市内だけ。あ、待って、この人デフォルトで、うわ、すげえデフォルトで武器持ってる。めっちゃいいやん。武闘派ですね。はい、到着しました。こじゃれたレストラン。お、なんか、似合いそうだね、こじゃれたレストラン。あ、でもちょっと市内、まあまあ、でも、
え、そうだね。2軒目こじゃれたレストランだね。店内に食器が並べられ、客を迎える準備が整ったままのテーブルがあったりする。かと思えば、棚のガラスが割れていたりする。そういうちぐはぐさの上に今こうして生きているのだと思った。すごいな。こじゃれたレストラン見てそんなこと思うのか。感性がなかなかすごそうだな。小説家とかも向いてるんじゃないか。あれ、間違った。ボックス席、見ても見ない。結局今荷物がない。あ。ゼリー食わすか。食べていいよ。こじゃれたりしたんで、ぶどう味のゼリー飲料か。ちょっと嫌だな。もうちょっとなんかいいもん食いたいね。食べ物が書かれた缶詰か。角缶ってものかな、これ。角缶ってなんだろうな。歯を見っけたな。まあ、行くかも、外。うん。入ろう。いや、荷物がな、あ、待て。まだ小腹ついてんの。あ、もういいか。ゼリーで食わすか。わ、そんな回復しないんだ、ゼリー。え、君はさ、